福井田孝一は日本の高校野球指導者。長く福岡県立統畜高等学校野球部監督を務めた。1936年1月、現在の福岡県飯塚市に生まれる。高体中学校から福岡県立加古東高等学校に進学。1年の時、練習試合でクエデン投手の号泣に驚いた福岡県立統畜高等学校は急遽、 クイダ選手の転校を遺願し、1年間の対外公式試合禁止を理解の上で2学期に転校指導校を卒業した。転校後も、投手を継続したが、扇明の投球を受ける保守として、最も優れていたのもクエタであった。1953年夏の甲子園では、保守として扇とバッテリーを組んだ。社会人野球では、都市対抗野球に2度出場した。 1961年、炭鉱不況で野球部が解散、9月に母校である、東地区校の野球部監督に就任した。1966年、一旦母校を離れ、九州協立大学八幡西高等学校の監督となり八幡西高等学校野球部の礎を作った。九州協立大学の夜間家庭に学んで、教員資格を取得し1972年に、 卒業した。1974年1月に、当畜公監督に復帰した。1994年に監督を引退するまで、当畜公監督として、春1回、夏2回と、通算3度の甲子園出場を果たした。1995年監督引退後は、副部長として、母校野球部に関わったが、総監督とも通称された。定年退職後は、 北九州市教育委員会職卓として、中学校での野球の指導に当たった。2005年6月、日本高等学校野球連盟により48人選ばれた、イヤーオブザコーチの一人に選ばれた。教え子には、高信寺や中原雄一などがいる。食いだ野球と表現したり、広島東洋カープの積極的走塁に片鱗を見られるというファンも多い。ありがとうございます。